はい、カウントは間に合わないね。どんぐらい入る？あおどうも、キスケです。ということで、新しく追加されたこれで全てが変わるというユニークフラグメントをつけて PVP 回っていこうかなと思うんですけど、装備条件がアニメオリジナル、うん、でスロットさんがマックス射撃 35% で、スロット2がマックス 25% 打撃攻撃力と、でスロット1が必殺とクリティカルが 10%10% ということで、これユニークフラグメントマジで光らんよなマジで光らなくね。消しゴムはあるんやけどさ、あの紫の弾のソウルがなくなっちゃったよ。ということで、まあ S でちょっと使っていこうかなと思います。もちろんフリーザにつけていこうかなと思います。まあフリーザのために実装されたんじゃないかなっていうレベルの、まあ、フラグメントなんで、まあこれつけて戦っていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。悪の系譜、悪の系譜やこれは悪の系譜ですね。まごうことなき、どっからどう見てもどの角度から見ても悪の系譜ですね。はい、しっかり覚醒してますね、第一形態フリーザ。このね、ユニークフラグメントをつけることによって、あ、全く一緒やん。だいぶ火力上がるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そもそもね、救急加圧とかの火力めちゃくちゃ高かったんですよね。めっちゃ見るやん。 OK、 いやー、よくないな。クリティカル、泥足強いよな。マジか。まあこれはいいわ。怖っ。 OK、ようやく入ったわしんど。オッケー、はい、いいですね。究極圧打っちゃうか。強えな火力めちゃくちゃ火力高い。これが第一形態フリーザのバフだというのか。いやー、クーラーなー、その紫のクーラーにさー、アビリティかかったらよかったのになーって思ってんだよな、正直。OK、 いやー、タックルはない。あ、よし、おい、よし打撃キャンセルかられすぎ。めちゃくちゃいいぞ。泥足アップで殴っていこう。はい、さあ落としきったぞ。まあ後隙ないんで、よし、このまま削っちゃおう。 OK、 あざした。さあマッチングしました。亀の木対戦やっていきましょう。お願いします。紫出てくんのかな。まあこれでいきましょうかね。はい、お願いします。まあ、第一形態フリーザのいいところはさ、その別になんか控えにおっても仕事してくれるっていうのがだいぶ美味しいと思うわ。余談も上げてくれたりね、それがめちゃくちゃ助かると思う。赤き緑、なるほど。対戦よろしくお願いします。 OK、 それは良くないね。もう一丁行こう。
キャラチェン、あ、すんのか、マジか、キャラチェンすんねや。はい、強いね、火力高い。これがフラグメントの力なのかは分からんけどめちゃくちゃ火力高いわ。いやー、回避はしない。危な、ありがてー。オッケー、ダーン、死んじゃったよ早くね。はい、ナイス、いい回避早っ、あざした。さあ、マッチングしました。人造再生みたいな感じですか、これは。対戦やっていきましょう。怖、俺こういうパーティーめちゃくちゃ恐怖心を覚えるわ18号に捕まったら終わりやからね、これ。怖え。まあ、こういう感じでいきますか。多分前3体で来るんちゃうかな、わからんけど。まあ黄色、青、緑は多分確定だと思うんですけど、どうかな。まあだから緑の通りは良くなりそうやね。 OK OK ですよねそりゃそうだ。さあ対戦やっていきましょう、お願いします。怖いわー、これ受けキャラがいい品からめちゃくちゃ怖い。早くね。おい、素晴らしい、使うねでは、つえー火力高っ。これ間に合う？間に合わない、あ、間に合わない残念。はい、あー、美味しい、これありがてー。はい、まあライジングで良さそうやね。はい、ライジング、出血大サービスだ。火力高いよ、よーし、いい火力、ようやく第一形態フリーザ覚醒きたね、素晴らしい。最速いただいていく、こんにちは、あ、どうした当然の結果ですね。さあマッチングしました、サイヤ人パーティー対戦やっていきましょう。あ、カカロットが6や、覚醒ランク、へえ。どうしよっかな。いやー、ちょっと悩むなこれ。まあでもこういう感じでいくか。はい、多分紫出てこうへんのちゃうかな。緑、青、赤とか、あ、黄色か、青色出てこうへんねや。なるほど。ほな赤出したらよかったな。たらればやからね、それは。大丈夫、ローディングすごい遅いよ。遅いっていうかもうピターッ止まってもうてるからねこれ。うん、すげえ、微動だにせえへんやん。なんなんこれ、こんなことができるのか。どういう回線を使ったらこういうゲートができるんだおおい、なになになに、どうしたの心配やわ海外勢っぽいよな、なんか名前的に。かつこのローディングの遅さ、絶望。回避したよ、
硬フリーザクソ硬いわ。オッケー、どうしようか。いやー、出たー気絶、相手は無視していく気絶を無視していく。めっちゃ見るやん。オッケー、ナイス。こっちも気絶引け、行ったれ行ったれ。いい音、残念。いやーダメか。オッケー、はい。なんかぐっちゃぐちゃなんやけどぐっちゃぐちゃやわ。まあさすがに耐えるはず。まあラグいけどって感じやな。思ったより、俺が想像するよりかは。ラグいわクソラグ侍やわ。耐えてほしい、耐えてくれそうやな。なんかざんね。いや耐えたらでかいぞこれ。厳しいか、ナイス。これめっちゃ回復するよ。入る、オッケー。これでライジングでいこうか。カウントを2カウント付与してるんでライジング通りますね。はい、打撃圧でいっか。火力取りに行こう。ダーン、ナイス。いやメタルクーラーでライジング耐えたんマジででかい。めっちゃ回復してくれた、助かる。おおいいね、打っちゃおう。多分瞬間移動使ってくると思うんで。はい、オッケー。いやーダメか、これ射撃カウンター怖え。入る射撃カウンターにぎにぎしてるからやぞそれ。そうでしょ。はい、カウンター間に合わないね。どんぐらい入る。あお強い超強い。はい、めちゃんこブーツえさあマッチングしました。うわすごっ、真っ青やん、やば真っ青青系やんか。まあ緑の通りはいいね。うん、でスーパーサイヤ人に対してメタルクーラーって確か特攻持っとったはずやから、メタルクーラーがマジで勝利の勝負の分かれ目なんじゃないのこれ。勝利か、対戦 よろしくお願いします。怖っ、一回触られたらもう終わりそう。おいしい、ナイス。はい、ナイス気絶、いい気絶だ。いいよ攻めてるよ。はい、いいねー回るでー回るで回るでー、めちゃくちゃいいよ、すごくいい。回る回るよ時代は回る、ルル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 ル。いやーこれ外れてんじゃね。あーそっちか、あーまあ特殊カーチェン向こうか結局。ほなええわ、
や、こんだけさ、ダメージレース買っとってもさ、あー強い強いよ。よし、いいね、沈め。ライジング間に合う、これ。あー間に合わね最悪やもったいねまあ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 いいわ、もったいねー、マジでやらかしたわ。はいはい、よし。さあ、バーダックが消えたお前らに一体何ができるっていうんだ。あばよー、ドラゴンボール破棄せっかくやからな、こっちで OK。 あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は新しく追加されたユニークフラグメントつけて第一形態フリーザで戦ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、火力上がってる気はするね。まあ実際のところ比べてないから、つける前とつけた後と目に見えて変わってんのかって言われるとそうでもないとは思うけど、まあ実際フラグメントの数値が、まあ、だいぶいいと。プラス射撃の火力も、まあ、35% でしょ、マックス。だからこれはね、第一形態フリーザ使ってる人はぜひとも厳選したいフラグメントになってるんじゃないかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。